消防などによりますときょう午後4時50分ごろ西区名護屋の名古屋高速名駅入り口付近で目撃者の男性からトラックが横転していると通報がありましたトラックが単独で横転したとみられ運転手の20代の男性と助手席に乗っていた50代の男性が病院に搬送されましたが命に別状はないということですトラックの荷台にはガラスが積まれていて現場周辺には割れたガラスが散乱し 現在も車線規制が行われています。